はい、どうも、哲学徒です。今回も雑談しながら、ディアブロイモタの方をやっていこうかなと思います。そうですね。まあ、今週はですね、また来週末に、大型のアップデート控えているということで、イベントの方の呪われた秘密のね、バフによって、100% のバトルパス経験値のボーナスがかかってるんで、まあ BP をね、貯めといて週末に一気に上げるっていうやつの効率が、まあかなり高まってるんで、まあ今週末に向けてちょっと BP の方も貯めといてね、一気にレベル上げしちゃおうかなと思ってるところですね。はい、やっていこう。おー、出ないか。まあ難易度が上がってきたことで多少こうゴールドもね毎日集まるようにはなってきてるんで、そこはいいところかなと思いますが、どうだろうね。はいはい。どうしようか。市場がこれ売れんか。あ、売れてる。わあ、でもやっぱこれぐらいの価格だろうな。これで手数料引かれて866ぐらいなんで、まあ、1000ちょっとぐらいで売るのがまあ限界なんですよね、私的には。収益的にね。そう、なんかやたらすごい安い値段で出てる時あるけどさ。まあなんか、まあ結局サブキャラ運営がまあ未だに残ってる部分ではあるんですよね。サブキャラ作って、それで出品するみたいな人も結構多いからさ。それが価格の下落につながっちゃってるところもあるんだろうと思うんだけど。まあ、なんとも言えないところですね。そう。今回は、そう。ちょっとさ、テーマとして、結構センシティブというか、なんかプライドの高さと虚栄心の違いって何なのかなとかっていうことを、まあ最近実はこれさ、まあ、ディアブロ界隈でももちろん考えたことなんだけど、そうじゃなくて、まあ、私の日常の学問の世界で結構さ、この問題を感じることが多いんで、まあ、せっかくだったらこの際に選んでみようかなと思うんだけど、なんかね、やっぱりすごいさ、まあ特にこういうさ、強くなってなんぼみたいなゲームだと、まあ、なんか常日頃さ、うわ、なんでこの人こんなにマウンティングがひどいんだろうとかさ、なんか、そういう問題でさ、ビビる時が、まあ、多々あるんだけど、なんだろうな、まあやっぱりそのどうしてもハクスラってさ、知識依存的な部分が多いから、まあいろいろ自分はもっと知ってますよとかさ、知識ありますよとかっていう問題が出てくるだろうし、なんていうのかな、まあ、特になんだろうな、私見てて思っちゃうのはさ、まあどのレベルにおいてもやっぱりそのマウンティングの戦いっていうのはあるらしくて、なんかすごいさ、初心者の人同士でもなんかそのさ、俺はもっと知ってるよ、自分が上だみたいな戦いが起きてるらしくて、なんかそれを見ててちょっと微笑ましく思った部分もあるし、ちょっと怖いなとも思った部分があって、でまあこの問題って結構学生なんかもね結構あって、でまあ特になんだろうな、若いうちは人に聞けないというのかな、なんかわかんないことがあった時に、素直に頭を下げてさ、何かが聞けないっていうことがまあ起きたりすることが多くて、まあものすごくもったいないなと思いながらそれをさ、まあ教師の私なんか見てるわけなんだけど、まあこの話ね本当なのかっていうかさ、まさに、なんていうのかな、海外の名作、ジェーン・オースティの高慢と偏見じゃないですけど、あれ、高慢ってプライドっていう言葉のさ、訳語なんで、なんていうのかな、プライドの高さと虚栄心って、まあ、実は意味合いが結構さ、被ってる部分があって、なんていうのかな、日本語だとさ、まあ、誇りの高さとかプライドの高さっていう、は、いいことだっていうふうに思われがちなんだけど、ある種それは虚栄心ともすごくつながっている部分があって、じゃあプライドって結局何なのかって言ったら、自分自身を大切にする心、で自分の振る舞いそのものを、なんていうのかな、貶めないというかさ、まあそういう部分があるわけなんですけども、一
方でやっぱそういうものが高すぎちゃっている、病的なまでに高まってしまって、まあ、実質的に実質が伴わないような、まあ、なんていうかな、人はやっぱり不安を感じた時に、まあ、虚栄的になったりすることが多いわけなんで、なんか学歴を自慢してみたりとかね。そう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 。なので、なんていうのかな。まあ、結構私も紙一重というかさ、自分自身、じゃあこれは虚栄心なのか、それとも自分自身の、まあ、プライドのためにやってることなのかとかさ、そういうこともやっぱ考えたりするんですよね。まあ、ちょっと結構学生なんかに思うことは、やっぱり、もっと人を頼ってもいいのになと、自分自身でなんとか解決しようというか、まあ人に、まあ質問したりとか、人を頼るってことができないことの背景の中にどこかちょっとこう、なんていうのかな。まあ、他人に対する恐怖というかさ、そういうのもあるし、まあ、これってね、ある意味で、こう、もう怖いものがいないおじさんになっちゃったからそんなこと言うんじゃないかと、思われる部分もあるかなと思うんですけど、いや、そんなことね、実はないんですよ。私ももう40になりますけど、今度はそうしたら、大御所の先生たち、60代、70代の人たちの、に、まあ、いろんな教えを請うっていう時代が始まってくるので、おじさんはおじさんでね、やっぱり実は上の人に、頭を下げるということがすごく大事になってくるんですよね。だから、まあ一生ついて回る問題だし、まあそういうものから度外視できちゃう。まあなんか結構さ、まあおじさんになって失礼な人になっちゃうとかさ、ああいう人たちって多分なんだけど、あんまり上の人たちとか、まあ自分より上の世代の人たちとかさ、そういう人たちがいなくなって、まあ怒られる心配がなくなるから傍若無人な振る舞いをしちゃうのかなとか、私は一つの仮説を立ててるんだけど、まあそんなことやっぱないんですよね。もうすでに亡くなった人とかさ、なんだろうな。そう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 。大御所の先生たちね、60代、70代の私に教えてくれてるような先生たちも結局、じゃあ彼らは誰に、対して恐れを抱き、なんていうのかな、敬意を持ってるのかって言ったら、もう亡くなっていった、先達たちなんですよね。まあやっぱり私も結局、まあ教員として教壇に立つときに一番意識したところって、まあ自分が受けてきた教育的な恩恵っていうのかな。師匠、まあ師匠もそうだし、その、今までの哲学研究者たちの歴史、研究の歴史っていうのかな。まあそこから得てきた、その、なんていうのかな。恩をさ、どう返すかっていうところ。やっぱりあまりにも多くのものを、受け取りすぎているがゆえに、自分が、与えるものっていうものが、あまりにもちっぽけないような気がして、すごくその、初日なんていうのかな、講義に向かうときに、まあ、別に緊張してたわけではないんだけど、なんていうか、自分はそれにふさわしい人間じゃないんじゃないか、みたいな自問自答を、つい1時間ぐらいしてしまったという感じですね。まあ、始まってみたらさ、まあ、新しい先生来たから講義始まるぞという、生徒たちの瞳に出会った時に、まあ不思議と、用意してきた講義ができたという感じですけども、結局のところやっぱりなんだろうな、なんかこう研究だけが得意であんまり講義が得意じゃないとかさ、研究が好きな人はあんまり講義が得意じゃないとかさ、講義が得意なやつは逆に研究成果があまりないとかさ、なんかそういうこと言う人いるけど、そういうのって誤りで、やっぱり、なんだろうな、研究成果が優れてる人って講義もまた面白かったりするのよね。まあ、特に、20世紀のハイデガーとかさ、まあ研究の上でも結構さ、大きな成果を残した哲学者ですけども、一方でやっぱ講義が面白いのよね、ハイデガーって。なので、まあそういうとこも魅力で、ハイデガーの講義録って、結構人気があるんだと思うんだけど、
まあ哲学史っていうものも結局人類が、受け継いできた、まあ、なんていうか、まあ思想の集大成というかさ、集合体であるわけなんで、なので、まあそれをね、語る教師自身が、やっぱりなんていうかな、それに恐れおののくっていう部分は必ずあるんですよ。なんだけど、とは言ってもやっぱり自分にできることは何かって考えたときに、まあできる範囲でやれることをやるしかないというかさ、そういうところはあるんですけど、まあ今もやっぱりそうですよ。結局、何年かやってても、まだまだ全然自分は未熟だなというところはありますしね。だから、完成形というのにはほど遠いというふうに思ってますけどね。だから、なんだろうな、まあ自分に誇りを持つ、自分自身のあり方っていうものに、を大切にするっていうのは大事なんだけど、まあ一方でやっぱりそれが、虚栄的な感情、何かの恐れに駆動されて、出てきている、自己防衛的な反応じゃないかどうかっていうのはなんか常に気を使ってるなというところがありますね。だから、まあ、ついつい自己防衛的になって聞けなくなっちゃったりとか、そういうこともあるんですよね。あと、やっぱり、なんていうのかな。この業界、特にリハクスラ業界はあれですね。嘘松、わざっぷんもむちゃくちゃ何でもござれみたいな状態になってる時、ことが多いんで、あんまり素直に聞きすぎても良くないなっていうかさ。まあ、結局自分の経験で確かめるっていうのが私のスタイルなんで、まあ、情報として教えてくれてありがとうございますとは言うことは言うけど、だけど果たしてそれ本当なのかなっていうのは自分で確かめるまでは自分の言葉としては語らないっていう方針でやってるんで、なので、なんだろうな。基本的にはまあ動画にする前に、裏付けがね、取れてない情報については話さない。だからなんか、最近もすごいさ、コメント欄とかで、なんか、ディアブロ3が、ディアブロ4が始まったら3のサービス終わっちゃうって聞いたんですけど、本当ですかとかって聞かれてさ、聞いてみるとそういうことを発信してる方がいてっていうことを言うんだけど、それはあくまでもなんだろうな、終わる、まあその人はどれぐらいの角度で言ってんのかわかんないけど、まあ憶測で話してる話も多いわけですよね。だから、まあそういう情報に触れるときもやっぱ話半分に聞いた方がいいし、まあ公式情報以外はやっぱり正しい情報じゃないケースが多いんで、まあ経験上語ってることもあるし、公式だって全ての情報を語ってるわけではないわけですよ。ゲームそのものを語るのはゲームそのものであるというかさ、なんていうの、ディアブロっていうゲームの最も詳しい説明はゲームそのものなんですよ。なんかこういう言い方するとさ、難しいんだけど、だから、なんていうかな、地球とは何かの説明をするときに地球を作り出すっていうさ、なんかアホな話してるなと思うかもしれないんだけど、銀河ヒッチハイクマイク、ヒッチハイクガイドっていう、SF があるんですけど、それって、まあ、生命の謎を解き明かすために、実は、地球っていう星は作られた実験場だったみたいなさ、そういうエピソードが挟まれてるんだけど、まさにそれと同じで、なんていうのかな、ゲームそのものの最も正しい、レプリカっていうのは、実はなんていうのかな、ゲーム本体そのものであるみたいなさ、構造になってしまう。だけど、説明するっていうのは多くの場合、まあそういうね、ものではないので、なんていうのかな。具体的な事象そのものじゃなくて、まあそこから導き出される法則性とかそういうものについて語ることが多分解説するってことになってくるんで。なので、当然ながらそこで何を、捨てていくか、写真していくかっていう部分が出てきちゃうんで。なので、なんていうのかな。まあ、その時に不正確さが、まあ、忍び込んでくるっていうのは当然なんですよね。だから、まあ、なんか人の話を聞いているときは、まあ、基本的には、参考にはなるけど、まあ、あくまでも自分の体験がメインなんでね。それの代替には決してならないんですよね。そうそうそう。これ、エアプ問題ともさ、絡んでてさ、
ゲームが上手くなったと人にこう自慢する方法として、もう一切その作品をプレイしないでいろんな攻略情報だけ集めた方がいいじゃんみたいなさ人っているんだけど、それやっぱり本質的にゲーム体験が欠けてるんで、なんか話してるとさ、基本的ななんか仕組み、もう超基礎的な部分での、ゲームをやってたら当然ながら知ってるであろう、部分に関しての知識がさ大幅に抜け落ちてて、何か高度な、攻略上のテクニックとかそういうことだけひたすら語ってるんだけど、あれなんかこの人やったことあんのかなって聞いていくと、実はまあエアプなんですけどねみたいなことが明らかになってくるみたいなさところがあって、まあそれも悲しいやん。だからまあだから楽しくやってほしいなっていうところはありますけどね。ディアブロなんか特にやってなんぼのゲームだと思うんで、まあね、そう、人によって趣味はいろいろあるからさ、そのゲームの攻略情報収集が趣味っていう人もいるし、それはそれでいいと思うんだけどね。ただ、もう私としてはやっぱ一緒にプレイしてさ、楽しく遊べるっていうのが、なんか、醍醐味だからさ。あ、むっちゃ詳しいじゃんこの人、じゃあ一緒にプレイしますかって言うとさ、いやソフト自体は買ったことも触ったこともないんだけどねみたいなこと言われると悲しいなっていうのは純粋にあったりするんで、まあ人の話は話半分に聞くって結構大事かもしれないですね、そういう意味で。まあ、プライドの高いおじたちのせめぎ合うディアブロ村ではありますが、そう、なんでこの人こんなにプライド高いのかなとか思っちゃったりもするけどね。プライドってかまあ虚栄心だよね。まあとは言っても結局その問題って怖いなと思ってるのは、虚栄的な部分とか、そういうなんていうか人がとっつきづらくなるようなプライドの高さって本人たちも意識しないうちに出てきてることが結構多かったりするんだよね。なんかコミュニケーションを否定から始める人いるじゃん。なんかなんか話してるといやとかさ、なんかあとなんかひどい人だとさ、待ってみたいな感じで話の腰を折ってから話すとかさ、そういうのが癖になっちゃってる人とかもいて、なんだろうね、結構そういうのって、私もともと臨床心理とかも研究してたんで思うんですけど、アサーションっていうね、心理学の中でアサーションっていうテクニックがあって、まあ結局なんていうかな、攻撃的なコミュニケーション手段を取っていく、さっきみたいにその否定系から入っていくようなことが、まあ、習慣づいている人とか、あるいは逆にノンアサーティブなコミュニケーションの中にも、その受動的コミュニケーションっていうのかな、その攻撃的な人とは逆で何にも自己主張がないっていうタイプね、相手にこう同調していって、相手の言うことがなんか自分から聞いてるとちょっと正しくないように見えても、そこに、ツッコミを入れることもなく、ああそうですね、ああそうですねみたいな感じで聞いちゃうタイプの人とかもいるんで、なのでまあだけどそれって結局、相手は OK、 自分は、OK じゃないみたいなさ、状態になってるし、でまあなんていうかな、アグレッシブな、まあ、言葉を否定形から入ってくるようなさ、スタイルの人なんかは、結構その、自分は OK、だけどあなたは OK じゃないみたいなさ、スタイルを取ってることが多いんで、なので自分も OK で、なおかつ相手も OK ですっていう状態にどう持っていくかっていうことを考えるのが、まあ、アサーションっていうね、心理トレーニングの、意義だと思うんで、なので、まあ、アサーティブコミュニケーション、パッシブコミュニケーションというのかな、受動的なコミュニケーションに陥りがちな人っていうのは、ちょっとアサーションの本とか読むとね、結構ヒントになること多いかなと思います。まあ元々がそのアメリカの職業訓練ですね、なんていうのかな、元々そういう家族がやってる仕事とかさ、そういう仕事に従事してた若者たちがさ、集団就職でこう、地元から出てきて
雇われ主の下で働くんだけど、その中でうまくコミュニケーションが取れなくて、まあそもそも就職できなかったりとかさ、まあそういう問題が、多発してたアメリカの中で、まあ理想的なそのコミュニケーション、相手も立てて自分も立てる、自分の意見も通していくっていうコミュニケーションっていうのは何なのかっていうことの研究が進んで、まあそれが今アサーションとしてね、確立してる部分では分野であるので、なのでまあね、そこら辺のうまいコミュニケーションなんかはアサーションの方に問題すると結構分かったりすることもあるんじゃないかなと思ってます。はい、なんかね、最近この問題、まあ、特にやっぱりね、まあ、学生と指導してて、学生の指導しててやっぱ思うところだよね。まあ、遠慮とはまた違う、プライドが高すぎちゃって人に聞けない病がさ、多発しちゃってる。まあ、特に優秀な学生に多いですね。そこそこ成績も良くてさ、まあ、将来いい研究者になるかなと思うんだけど、まだまだちょっとこう、そういうところのね、人付き合い的な部分でさ、苦労するというか、まあ自分自身がそうだったからね。だから、そう、ずいぶん生意気でしたからね、私とかね。なんか、研究者はその研究に没頭したなんぼだと思ってたからさ、なんか、先輩なのに全然俺より本読んでないなとかいう人とかに対してのさ、バカにし方が半端なかったからさ、今思うと随分失礼なことしたなと思うんだけど、まあ、特にやっぱりね、哲学で飯食ってこうっていうのに哲学書を1日何時間しか読んでないとかさ、そういうのとかに対しての批判がすごかったね。今思うと哲学と青年、ちょっと天狗になってたんじゃないっていうところもあるからね。恥ずかしい限りですよね、そういうところを考えると。あとはそうだね、まあのほんとね、まあ気楽にやっていけたらいいんですけど。まあでもあんまり自分のプライドの高さとかそういうもの気にするしせず、なんていうのかな、まあ相手にとって気持ちのいいコミュニケーションになってるかなってことを考えていけば、おのずからね、まあどこまで自分を出していくかっていうのも決まってくるんで、なのでね、難しいけどね、ほんとね、学生もプライドがあるからさ、なんかどう考えてもこの書き方だとうまく論証できてないなとかっていう時もさ、やっぱ言い方考えないと難しいから。結局、なんていうか、どんな人にも万人にプライドがあるんで、そう。そこがやっぱり一番難しい問題なんだよね。まあ、特に部下とか持った時とか、私はやっぱり部下のプライドをいかに傷つけないかっていうところも結構大事だったりするんですよね。プライドを傷つけてくるやつのことは絶対に話を聞かないからさ。なので、特に部下を持つときは、そこのところの意識っていうのかな。そこがすごく気を使ったところでもあるし、まあ今でもやっぱり気を使いますけどね。まあとは言ってもやっぱり叱るべきっていうか、まあ叱るっていうことはないけど、やっぱり励ますべきときは励ますというかさ、あとやっぱりちょっと、見積もりが甘いというかさ、特に提出期限決まってるものなんか、まあ卒論とかそうなんだけど、それをやっぱり仕上げさせるときは、ある程度こう、こちらはまあもうすでに何度も、
論文を書いたことがある立場なんで、なのでまあもうちょっと少し、スピードアップしないと間に合わないよとかさ、まあそういうペースメーカー的な役割を果たしていくという感じかな。まあ間に合わなかったところで別に死ぬわけじゃないし、まあもちろん就職ができなくなったりとかそういうことはあるんで、まあ大きな問題ではあると思うんだけど、まあ死ぬわけじゃないかな。まあ最悪ね、できなくてもいいんだけど、うん、まあそこをなんとかできるように持っていくという感じで考えてますけどね。いやー、さあ、ラッキースプラザ行こうか。一応じゃあこれ鑑定したら終わりましょうか。はい。まあなので、まあ自己防衛的に出てくる共栄心とうまく付き合うというか、そういうものとをなるべくこう減らしていくというのは、まあ人生の課題だと思うんですよね、どの人にとっても。なので、まあ、ぜひこの動画を見てて、私はなんかまあこうやってうまく付き合ってるよみたいな話とかもね、ぜひ教えていただけたら嬉しいかなと思ってますね。さあ、どんな感じ最近レジェかな、ヘルハチでなるべく狩りをして、装備を揃えてはいるものの、どうなんでしょうね。まあ、正直ね、480ぐらいのレベルで落ちる装備品だとあんまり変わらないのよね。だから、まあそんなに大幅にヘル8に入ったところでむちゃくちゃレベルがっていうか、戦闘レーティングが上がるかって言ったら、そんなこともなさそうな気が私の場合はしてますね。まあトントンって感じかな。まあでもこれありがたいよね、これね。はい、ではではまた次回も、イモタルやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。